皆さん、ありがとうございます、いつもね。僕は今ウキウキしてます。ケイト、おい、俺の方もええやって。おい、あ、俺の小学校の頃の先輩にいたわ、ケイトって。俺のあの、そのケイトっていう先輩は俺の1個上で、小学の時にその先輩が野球部だったのね、ちょうど切ってて、で俺が中1に上がって、その時中2だったんですよ、ケイト先輩が。待って、で、俺の顔、俺の顔やば。トモさんの配信見てるけど、顔やば。顔やばいぞ、俺。めっちゃ口開いてるって。やばいぞ、これ。俺の顔やばくない？スキンを買うときは、ぜひね、クリエイターサポート、フェイズセイキン。クリエイターサポート、フェイズセイキンにお願いします。夏休み、むっちゃ引きこもってても、外出てなくても。え、陰キャやん、ね、ブーメランだろ。いや、陰キャ同士、お前ら争うなって。え、でもさ、PS の方がキャンプとか行ってるよ、言うて。キャンプ楽しかった、PS。 俺どこ行きましたよ。海行きました、海行きました。あ、海行ったの、お前も。え、海ってどこの海？言えるわけねえだろ。僕は、これです。うわぁ、バカ、バレてる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 、オーマイギャー。俺今やべえ、また口開いてた。絶対トモさん、これ不自然すぎますかね、これ。これ後ろ見てください。不自然すぎますかね、これ。誰、これ不自然。あ、これいけるぞ、これ。逆に不自然じゃない、これ。いける、この作戦強いぞ。あ、お前も不自然じゃない。うららゲイ、うららゲイ、うららゲイ、レイ。イントネーションも忠実に再現しました。お前バカにしてんのか。うわ、ジョセリンさんのことバカにしてる。え、めっちゃ似てません？個人的に結構似てると思うんですけど。いつも人生を共に、人生を共にというか、毎日をね、共にしてるカモさんに聞きたいです。似てますか？そんな声じゃないです。え？あ、やば、もうこれさ、しゃがみやったらさ、変身するから嫌だよ。高木ゲイ。あ、トモさん一回ショットガン貸してください、これ。あ？ポータブルサキムでこれ増殖できるんですよ。お前、本当か？一回貸してく、一回貸してく。本当だな、お前は。はい。一回。ナイスです。ナイス。ああ！え、ちょ、いるだけだもん。はあ！なになに？ちょっと！よし、よし、危ねえ。はい、ここ敵です、ここ敵です。おい、助けろ。死ぬ、マジ死ぬ。こいつら戦う気はないです。状態かな、これは。お、ナイス。おー、待て、俺が言ってる。ちょっと、やばい、頑張れ、いける、死ぬだらけだ。頑張って。おかしいだろ。敵だ。なんで勝ったやねん。勝ったやねん。もうタモさんの僕たちのモルモットってことなんだよね。よしよし、なんとかなった。マジさっきの勝ってたの奇跡なんだけど。やばいんだけど。なんでタモさん一人目やれたんすか。そうだよ。さて、タモさんを吹っ飛ばしたのは、なんで残りの個数的にはもう考えられない。高木、それが持っていないと主張していたペガサス選手の可能性もまだ否めない。どうしますか、タモさん。これはインス、あれ、リプレイ見ますか。インスタントリプレイかな。いや、リプレイの方が良くないですか。あ、リプレイでね。じゃあこれで犯人誰か分かったら、そいつははい、1日間、はい、いや、1日間短いと思います。あ、じゃあ1週間、ツイッターの名前を、Y&J! 俺がやだよ。いや、もうこれ高木がもうこういうこと言ってる TS じゃないですか。アリケンの下痢の何々っていう名前にしよう。あれですね。じゃあアリケンについて10分語る動画出します。いいね。え、普通にいいじゃん、それめっちゃいいやん。動画にもなるし、いいじゃん。で、しかもあの顔出しでモザイクかけ、いや、でモザイクかけるのか、動画だ、あの、めんどくさいから、だからもう10分ノーカットノー編集。いや、じゃあモザイクかけるからいいんだろう。よくないって。顔出しでね。めんどくさいからいいでしょ。夏ゲームやるのがめんどくさくちゃったら意味ないから。いや、だって TS じゃないでしょ。
俺じゃなくても別の人の別の人もさ編集するのって時間かかる。あれ編集する時間が楽しいですよ。別にモザイクぐらい入れるだろお前。モザイクぐらいは簡単で。モザイクぐらい入れるだろ。あやばい入れるだろ入れるだろお前って俺にこと俺っていうなんて言うんだろうあのなんて言うんだろうなあれだ決めつけしてきましたペガサスさんが。ペガサスがこれ裏で工作した可能性がある。ペガサスが工作した可能性がある。裏工作だ裏工作。トモさんそれ。それ、あれ、あの、ジャンパー使って、そいつらの上行きましょう。いや、ジャンパーがねえんだよ、俺。そうなんすか。君を。え、トモさん、それ、ロケラン撃った時に AR 撃って、うん、AR 撃って壁を壊すんですよ、相手の。それで、ロケランを相手の建築に入れるんですよ。あ、なるほど。え、ロケランってほとんどそう使いますよ。え、そんなもんじゃなかったんですかみたいな言い方しました。おぉ全然できなかったけど、今。なんでトモさんそれ俺いい方法知ってるんですよね。BK さんだ。おお、トモさん最後SR で決めます。SR で決めます。一回トモさんそこあのアンチ行ってください。アンチとりあえずアンチ行ってください。アンチね。はい。なんかこれ今フォートナイトに出てるバグなんですけど、はいアンチ行ってください。アンチオッケー。ちょ一人やりましょう。一人やりましょう。もう一人あと一人。アンチ行ってください。トモさん絶対いけるんで、絶対いけるんで。この技使えば絶対いけるんで。え、どういうこと？一人やるわ。階段置いてください、階段。一人やる、階段置いて、床置いて、床置いて、屋根置いてください。あと一枚。で、屋根の、上に、ロケラン打ってください。屋根の上にロケラン？あの、先っぽっす。そこにロケラン打ってください。おー！何してるんですか、トモさん。おー、殺すぞ、お前！トモさん、何してるんですか？やばいやばい、死ぬ死ぬ。ね、何してんの？死ぬじゃん。ねえ。あれ？トモさん一回アンチの中や。やば。俺じゃないよ。飛ばしたの。誰？じゃあ今のはちょっとリプレイかけ。じゃあ今回もしあの総務会に飛ばしていた人が。あのもし飛ばしてた人はどういう罰ゲームですか？だから1週間あじゃない違う違うアリケンについて10分語る動画あ1時間1時間いや10分ストーム内に飛ばした人が10分アリケンについて語るね、まあ、アリケンのいいところだったりでマスクでじゃあ、ね、マスクつけて語ろうじゃあよしじゃあ誰がねもう真実を皆さんに伝えないとねうんということですねじゃあ一番最後までね飛ばしちゃったのもすぐ分かりやすい一番最後の敵視点ですね、うん、一番最後の敵ショックウェブで飛ばされてたねいや違うでしょそれじゃない前のやつでしょ前お前ふざけんなお前いやそうですよもちろん前のもんすけど一番最後ショックウェブで飛ばしてた人も、うん、やっぱり同じバトルいや意味がわからんこいつということで最後とそのまあとりあえずだって待ってください、ね、じゃあ待ってくださいさ、ダマさんそれって本質的には変わってないじゃないですかスナイパー神ショット決める予定だったのに、うん、ショックウェブで飛ばしたっていうのは、うん、そういう話じゃないからな変わりないじゃないですか、うん、そういう話じゃないから、うん、ほら同じバッグ受けるんだよなるほどねなるほどそういうことね、うんはい、そういう話じゃないから、はい、はい、ありがとうございましたじゃあ2人ね、今回はね、アリケンのね1人ですね、私飛ばした人ね、はい、まずはね、1回目のね、1人目の人とね、最初に見ていきたいここにまずね、ここね、まず俺ダウンしちゃうんだよねで笑ってるみんな笑ってるねここでねちょっとこれあれのあれ視点で見ようかフリードローンフリーねドローンフリーで見ようかこれあなるほどこうみんな蘇生して高木は俺を蘇生中ねで TS は踊ってます、はいはい、踊ってますでバリアをね張ってくれましたねん今なんか見えましたねはい今のが現場です今のが、はい事件のシーンですねペガサスはこのツインテールねでペガあのキャップかぶってるのが TS、はいバリアを敷いていや違うんですよ僕がツインテールあーいいじゃねーよお前えいや僕が俺がツインテールですよタモコさんえはいということで TS 君はアリケンについてやばい10分間マスクをつけながら顔出しで語る動画を、出してもらいますみんなそれでいいよねじゃあ一番最後のねじゃあ TS の好きの、じゃあツインテール使ってよ TS じゃあうんツインテール使ってごめん今あのあれしちゃった返却しちゃった返却した、うん、それ返却のやつ見れるから返却のスクショ出せあいや俺スクショの取り方わかんないあのね今容量がなくていやじゃあ画面共有しろ画面共有しろ画面共有俺今 PC 重いんだなわかるでしょ60分重いんで ITS 君に決定でーイエーイ
お前出せよ。